はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、自爆デッキをですね、また作ってきたんですけども、自爆新デッキいくら考えてもクソデッキしかできんクソデッキしかできん問題について、自爆新、の中でもですね、まあ、強い自爆新って何種類かいるんですけども、まあ、前回ね、その自爆新アスラピスクっていう、まあ、ハチドリ、を、使ったと思うんですけども、どれや、これか、これ、はい、これ、UR カードって自爆新2種類しかなくて、アスラピスクとこのチャクチャルアってやつがいるんですよ。で、今回はこのチャクチャルアを活躍させていくデッキとなってます。チャクチャルアは何ができるかっていうと、まあ、自爆新共通効果にプラスして、フィールド魔法が、1対1でこのカードの守備力の半分のダメージを相手のライフに与えますよという効果と、あと、このカードがフィールド上に守備表示で存在する限り相手はバトルフェーズができないというね、やっぱバトルフェーズでスキップできるよという効果があるんですよ。で、バトルフェーズスキップするっていう効果を見た瞬間に何ができるかっていうのをクソデッカーの皆さんだったら分かると思うんですよね。はい、まあそりゃね、メイジスキップしてターンスキップするよねというところで、今日は自爆神デッキを使った、ターンスキップ、着地からターンスキップやっていきたいと思います。これ一応コンボパーツとしてはですね、ちょっと一番初動がないんで、自爆神デッキってどうしても、グランドキーパープラス、まあ、レベル4のモンスターですね。まあ、先玉とか、それから、このカーテンライザーといった、このレベル4で、まあ、召喚剣を裂かないで OK な、このギミックを使うと一応いけると。いうところで、ちょっと早速ね、展開ルートをご覧いただきましょう。こういうデッキしかできんのや、自爆神デッキ。助けてくれ、デュエル。スタンバイ。ガチでさ、自爆神使ってる人、誰一人当たんないんだけどさ、これ、本当に実装されたんか怪しくなってきてよな、正直。マジで、誰一人当たんねえぞ。ちょ、ミックソデッキしかできねえ、自爆神デッキ。なんか無限にさ、診断来る前結構自爆心で何できるかすげえ考えてたんだけどさ、結局なんかクソデッキしかできないんだよな。やっぱこれクソデッカーだからっていうかね、自爆心のギミックがいけねえと思うわ。なんか一番衣装とかねえし、そこだよね問題は。ね、とりあえずここに打ってもらって、ここに打ってもろてうららをないか、なるほど、うらら打ってもろてない、はい、いやーなあ、何これ、ストーンスイッパー持ってきたらスモールワールドでシチューナに変換できるか、これで一応ゾウジーだったらハカアナでケアできるんで、ハカアナ、あとウララか、ウララケア、まあ、ゾウジーウララぐらいやったらいけるな、これ多分、ケアできるな。ちょっとニビルとかはさすがに無理な気がするけど、マジで一発やすぎて自分の展開通すことしか考えてないからね基本的に。でこれでグランドキーパー持ってきてスモールワールドだね。ちょっとストーンスイーパーからスモールワールドはちょっと僕のこのスモア表だからだといけないらしいんで、さあスモールワールドの効果を起動し、グランドキーパーからの誰やねん、誰やねんモスキートマグネマジ誰で、先玉持ってくる。これ一応ね、このなんか謎の電磁化とかいうモンスターが一応全モンスターから経由できるみたいな、無限ホイヤー見て、オッケー、あぶねー、全モンスター経由し、いや全モンスターじゃないか、ある一定のモンスターを経由して、まあ、コンボパーツ持ってこれるみたいな感じのあれなんで入れてます。はい、まずこういうカード入れなきゃいけない時点でさ、クソデッキだよなぶっちゃけで、先玉とグランドキーパーで、ガーデンローズメデンシンクロ召喚で効果増で、ブラックガーデン持ってくる。これ多分ちょっとチャ、あれだね、アスラピスクしてる時は確かあれだった気がする。ガーデンローズメイデンでこの持ってきたブラックガーデン貼って、でトークン爆破してたんだけど、今回はフィールド魔法を後でエンシェントフィアルでサーチするためだけに入れてるんで、まあまあ関係ないですね。でこれで呪縛昇進から持ってきます。でジオグリフォンの効果起動してレベル1のチューナー出します。で一旦自爆昇進感特殊召喚、はい、で効果起動、これで、着地アリア持ってくる。
やっぱね、自爆神はね、このね、チャクチャルワとね、アスラピスクがね、ズバ抜けて強いんだよね。この2体がほんと強いのよ。この2体を活躍させるだけやったらいくらでも作るんだよね。電子のフェアリーを、特殊召喚して、ブラックガーデンの効果。で、これを破壊しまして、爆発させる。はい。で、パーンやって、で、デッキから特定のカードを手札に加える。で、竜の警告発動。で、警告効果。シャチ切って、で、ドラゴン族モンスター墓地を送る。で、リンゴブルム効果、チューナー扱いでトークン出す。で、レベル7のエンシェントフェアリーにレベル2のリンゴトークンをチューニング。シンクロ召喚、現れろ。パワーツール、ブレイバードラゴン。ブレイバードラゴンの効果発動。装備カードをデッキから3枚セット、3枚装備することができるぜ。ピーンピーンピーン。あ、ちなみにこれ、メタルシルバーアーマーで墓穴ケアしてます。相手のターンに蘇生するんですけど、メタルシルバーアーマーあると、メタルシルバーアーマーを装備してるモンスターしか相手対象取れないんで。で、パワーツール、ブリーバードラゴンの効果。妖刀を墓地送って、自爆超進化を盾に。そうすると、妖刀竹光の効果によって、燃えたけ滅が回収され、そして燃えたけ滅を発動。あとはもうわかるな。もうクソデッキ製造工場長の動画見てる人ともうわかるな。燃えたけ滅の効果起動、メインフェーズ1スキップ、次の相手ので、ガーデンローズメイデンの効果起動。このカードをゲームから除外してエンシェントフェアリーが特殊召喚される。あ、でこれ何もなく裏らさ出したらさ、これあれじゃね、これあれできんじゃね、バロネスできんじゃね、うらら出そう。ちょっと相手のなんか展開、とりあえずこれでいいや。これマックリフだとかも基本的にあんま許さないんですけども、はい。さあこれでフルードバロネスを出して、でセットして、まあエンドフェイズでドロフェウッツ、これ対象取れないんですよ今実は。パワーアップツールブレイバー以外全モンスター、墓地のモンスターもね。で、ジオグリフォンの効果、これ、墓穴効きません、これ。なんと。なんと、これ、墓穴が効かない。で、特殊召喚。あらあら、自爆神着地あるわ。このモンスターが守備表示で存在する場合、相手は、バトルフェーズがスキップされ。なんだ、相手、もう理解いいな。超高速でターン勝ってきたぞ。あいつ、理解早くねえか。クソ理解早えじゃん。マジ？あいつ、すごいな。はい、いや今超高速でターン返ってきたね。もう理解してたんかな。だとしたらお前天才だな。クソデッキ製造工場視聴者か。対戦ありがとうございました。ちなみに遊戯王の仕様でこれターンスキップのね、実はね概念が分かってない方結構コメントくることあるんですけど、バトルフェーズができないプレイヤー、要はバトルフェーズをスキップしたプレイヤーはメイン2もできないんですよ。遊戯王ってドローフェーズ、スタンバイフェーズ、メインフェーズ1、バトルフェーズ、メインフェーズ2、エンドフェーズっていう順番になってるんですけど、フェーズが。これバトルフェーズが行えないとメイン2もできないっていう仕様になってまして、メイン1の次すぐバトルフェーズ行かないプレイヤーはエンドフェーズになっちゃうんですね。はい。っていう仕様になってるんです。ルール的に。だからバトルフェーズをスキップすることによって実質メインフェーズにもスキップできるってことなんですね。はい。ちなみに自爆神先行ワンキル型なんですけど、一応自爆神の展開さえ通れば後行ワンキルも理論上は可能となってます。同じことすればいいんで、てかなんなら自爆超進感がいる状態で自爆神アドバンス召喚するとライフ3000になって3000 の, 自爆神で殴ったら勝てるっていうデザインになってますんで、一応ね展開通れば後行ワンキルも可能と。自爆神デッキは、ね、まあ、先行ワンキルも後行ワンキルもできるという、まあ、神デッキといなくもない一応な。まあ、とりあえず相手のソリティアがやばいってことだけ言っとくわ。まあ、イゾルデからのデュランダル・リナルドはもうね、ほんと宇宙なんよ。完全に。イグニス・フェニックス採用してる時点でも宇宙なんよ、それは。それはね、もう宇宙なんよ。終わりなんよ。やばい。これマジでやばいかもしれん。これちなみになんですけども、イゾルデ成立から、ベアトリーチェ、キュリオス確定させるムーブもありまして、はい。もしかしたらそのコンボを使われる可能性があるかなといったところですね。これに関しては。なんか そんな匂いするんだ。これ多分ね、ロックスなんだよね。
これマジで本当クソデッカーしか、まあ、多分知らないけどこのルート結構強くて、あーやっぱそうだよね、いや多分ねこれ分かったわ、完全に理解した。さすがクソデッキ製造工場長、相手が回すクソデッキのね動きが大体分かる。まずロックスの効果でこれ多分ねこれペンデラムスキル揃ってんすよ。でここ多分ね、ビヨンド来るでしょ。ペンデラムモンスターを含むモンスターで多分これビヨンドなんですよ。あそうですよね。でビヨンド特殊召喚で、持ってくるのおそらく、まあ、持ってれば別だけど多分クロノグラフでしょうね。分かった、完全に理解した、完全に理解、俺多分知る。でイグナイトキャリバー発動で、イグナイトウージー発動ね、 OK で、これペンデラムスキル2から7なんで、まあ、1から、あ3から6のモンスター同時に召喚可能と。で多分ねこれペンデラムじゃあエクストラモンスターゾーン、エクストラモンスターじゃない、エクストラデッキ、エクストラデッキからペンデラムモンスターがポンポンって出てくると思う。はい、でエグニスフェニックスイグナイトキャリバー、まあ、テクダラモンスターも出てくるかもしれないけどね。あレスキューフェレットは強いね、レスキューフェレットね、 OK で、これキャリバーの効果で、あれ、キスネビユララ、あそうだね、わかった、完全に理解しよう。でキスネビユララの効果、クロノグラフの効果カード破壊者が出てくる。でクロノグラフの効果、キスネビユララ特殊召喚される。で、これ全部炎属性になってるんですね、今フィールド上のモンスターが。だから同じ種族、あじゃあ同じ属性で異なる種族のモンスターっていうね条件が整うんですよ、これ。このギミック使うと。でベアトリチェ効果でカード1枚墓地送る。はい、でトランザクションロールバックね、はいはいはい。で多分ねこれ盤面でキールを作ってくるよおそらく。うん、これなんかごめんね全部予言して。クソデッキ界隈だとこれ結構まあまあ有名なルートなんだよね。で、ライトロードトミーヨギャこれやばい、これ好きなカード2枚墓地壊しギミックです。あのベアトリーチェとライトロードドミオンキュリオスで好きなカードを2枚墓地置くっていうギミック。大革命、大革命は草、大革命は草。スモールワールドイグナイトウージーレスキュー、まあそれはどうでもいいのか。はい、で2体でアスカルデッド、なるほど。レスキューフェレット効果、レベルが6になるようにデッキから、弾圧される民、逃げ惑う民、団結するレジスタンス。くさくさ、やばいやばい。大革命はくさ、いやなるほどな、確かに大革命おもろいな、大革命おもろいな。ほぼ使えないからねこんなカード、こういうことしないと。なるほど、ウジーランティスを出し直して、これでなんか配置を変えるのかな。なるほど、大革命はくさ、やばいなやってること。あベイゴマックスできた、ここへ来てのベイゴマックス、こっから何が起きるんだろう。ちなみに手札全部捨てさせられたんで、さすがに何もいけないそれ、さすがに。やばすぎる、はかな、今さら遅えんだよな、今さらっていうか一生使えねえんだよな。カードをセットするしかないか。はい、エンドフェイズです、すいませんでした。大革命めっちゃ面白いな、これ相手のドローフェーズにぶち込んだら全ハンデスできんじゃねえの、なんかわかんねえ、ちょっとなんかこれ面白そうだな。普通に大革命なんかあれだな、何現実的に使えるんだったらちょっと使ってみたいですよね。あはい、どうぞ、もう戦術力特殊ができるのはもういいです、もうはい、何でもどうぞ、まあ一応ハカラ打ったらなんかワンチャンあるけどね。はい、どうぞ、もうご自分どうぞ殺してください早く。いや大革命か、なんかちょっとあれですね、皆さんもよかったらなんかどんなクソデッキが爆誕するかだけ、ちょっと通常トラップでなんかトランザクションロールバックでコピーできそうなカードちょっとコメント欄で教えてください。デッキ作りますわ、はい。あちなみにトランザクションロールバックでデッキ無限個できるんで、まあ、一応ハッカーナというカードを使って一応答え合わせだけしてあげようか。いやでもこういうさ大革命みたいなさカードもこれあれだよな、ちゃんと活躍させれんのマジで神カードだよな、トランザクションロールバックって。あんなカードまともに使えんやん、
いやー最強デッキだわ。はい、で2回攻撃できますよ効果。いて！いて！強すぎ。